ことな箱書道。いらっしゃいませ。ことな箱書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。白き眠たき春の昼、静かに巡る糸車。大女の指を出る糸は、白く悲しき夢の糸。大女の歌うその歌は、遠く愛しき恋の歌。たゆまず巡る糸車、もつれて巡る夢と歌。竹久夢二、どんたくより、糸車、です。個人的な解釈となりますが、少し説明をさせていただきます。糸車を回す情景を歌ったものでございますね。糸車によって、夢と歌とが寄り合わさり、一本の白い糸ができていく。無限に回るようにも見える糸車は、現実という糸を紡いでいるのかもしれない。夢と歌、そして恋でこの世は形作られているのかもしれないと思わせる表現でございます。非常に短い歌ではありますが、洗練された美しさ、儚さの上に、世界の広がりを感じさせる。言葉で織られた美しい反物のような、優美で、美しい詩でございますね。人の運命というのは、糸のようなものであるという表現は、よく聞くものでございますね。ギリシャ神話におきましては、モイライという運命の三女神がいらっしゃって、糸車によって人の運命を紡いでいると考えられております。小指についていると言われる運命の赤い糸、もしくは赤い縄というお話もございましたね。他にも運命というのは、道に例えられることもございます。運命の分かれ道とかいう表現もございますね。さて、糸と道との共通点といたしましては、何かをつなぐものであるということが挙げられるかと思います。何かをつなげる、結びつけるものに例えられる運命というものは、人と人をつなげるためにあると言ってもいいのではないか、と思う次第でございますね。言葉と響きで自由に解釈できるというのが詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が人生の手助けとなれば幸いです。では、良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手はことの葉葵でした。ことの箱書道。